皆さんこんにちは、そらさけいちです。今日は東京の自宅を初公開しようと思います。僕が30歳ぐらいから東京に出てきてるんですけど、もともと大阪で格闘技してて、今で9年目になるんですけど、ちょうど今練習してて、それで今家に帰ってるんですけど、その練習場所から自宅まで、いつも自転車なんですけど、自転車で2分ぐらいのところにあるんで、今日は歩きなんですけど、今から行ってみたいと思います。よし、今日もね、みんなと練習して、1ヶ月半ぶりのもう総合マススパーやったんですけど、今日はいつものメンバーと、平本蓮くんとかも来て、めっちゃいい練習になりました。1ヶ月半ぶりに実際総合的に動いてみて、そこまで落ちてなかったと思うし、これからどんどん上げていけるかなって感じで、手応え感じてます。やっぱり継続しとかんと、やっぱ動くん難しいなって改めて思いますね。コロナの期間で、もちろん今もなんですけど、やれることをしっかりやって、やっぱ僕らはファイターやから、動いてなかったらやっぱりブランク出るし、さあ用意ドンで試合に向けてキャンプ張ったとしても、いいパフォーマンス出せないんで、ほんまに日々の積み重ねだと思うんで、引き続き頑張っていきます。結構道路とか電車とか、やっぱ音うるさいですよね。音でどんだけね、声の収録邪魔されてるかっていうのはまだいまいちピンときてないんでね、最初は聞こえにくいと思うんですけど、これからその辺もコツ掴んでいきたいと思います。めっちゃ暑い。到着しました。今から入ります。一応部屋の中は電気つけてます。よっしゃ、こんな感じの部屋で東京で頑張ってます。ちょっとすいませんね、結構汚くて。で、僕の部屋1階なんですよね。1階っていうのが僕の中で結構嫌なんですけど、洗濯物とか1階やから、こうやってこういうところで洗濯してるんですよ。でも部屋干しでも結構服乾くんですよね。で、これが、YouTube 撮る時の撮影のライトで、テレビとバンテージが置いてあったり、そうですね、ソファーがあって、服があるって感じですね。基本的に僕は服は東京に持ってきてないんですよね。ここかけてあるのもう全部そのジャージとかそういう系ばっかりですね。東京で別に遊びに来てるわけでもないんで、私服もいらないじゃないですか。昔スポンサーさんとか、東京に来た時に、キイチ何してんねんみたいな感じで、ご飯行こうよみたいな感じで誘われたんですけど、服持ってなかったから、もうジャージで渋々行った記憶とかあって、そんなんも、ちゃんと場所によっては、ちゃんと服着ていかなあかんっていうのもあるんで、今は大阪から東京に来るときに、ある程度服着て、その服で、もし東京で用事あるときは行くように してるんですよ。ほんま東京は、僕にとっては、山にこもりに来てるような感じなんですよ。みんな大阪と東京やったら、東京の方がいろいろ遊べたり、刺激あるやろって言われるんですけど、もちろん格闘技的に言ったら、東京は刺激あるんですけど、実際大阪の方が僕知り合いも多いし、人と会ったりとかする機会多いから、大阪の方がちょっと跳ね伸ばせるような感じなんですけど、東京はほんまに練習だけ集中してやってるんで、極力遊びに行くこともないし、たまに付き合いでちょっと行ったりはするんですけど、それもなんでかって言ったら、もともと大阪から東京出るときに、いろんな大阪の仲間が、仕事関係の人もそうなんですけど、家族含めて、僕を東京に送り出してくれたんですよね。みんなもやっぱ頑張って送り出してくれたから、
まあ、みんなが頑張ってるから俺も頑張らなっていう気持ちで東京でずっと練習してるんですよ。で僕がやっぱ練習でしんどい時とかも大阪のみんなが頑張ってると思ったらやっぱ頑張らなあかんって思いますもんね。まあ、それが僕の、まあ、原動力にもなってたし今も、まあ、同じ気持ちでやっぱ東京で練習させてもらってるんですよ。だからまあ東京は僕にとってはもう雪山にこもりに来てるみたいな感じですね。だからもう部屋も、まあ、そんなにそら贅沢言ったらきりないですけど、まあ、僕の中ではもうほんまに練習するためだけの部屋で、もちろんねもっと狭い部屋とかもいろいろあるんですけどあんまり部屋狭すぎて窮屈すぎてもやっぱ休息するのもなんかできひんかなって思うし、ある程度の部屋の広さが確保できることによってやっぱリラックスもできると思うし、うん、まあ、そういうのも含めてこの部屋を決めて今は生活していますね。まあちょっと僕のこだわりというかこだわりは一切ないんですけど、まあこれが僕のまあちょっと作業したりするようなテーブルで、まあこっちになんか小物とかいろいろ入ってるんですけど、この冷蔵庫とこの電子レンジは昔お姉ちゃんが東京で一人暮らししてたんですけど、まあ引っ越しするときに全部もらったんですよね。まあこんな感じで今は自炊全くしてないんで、まあまあ東京戻ってきてまだ数日なんで、まあ、全然物入ってないですね。まあ、こんな感じで、でそれでやっぱ練習したら結構疲れるんですよ。疲れたら糖分なくなるんでチョコレートやっぱいつでも食べれるように、まあこうやってチョコレートは入れるようにしてるんですよね。うん、結構チョコレート好きっすね。このスチールラックも全部もらいもんですね。でこの炊飯器ももらいもんかな、うちのお姉ちゃんから。だからほとんど一人暮らしするときにお金あんまかかってないんですよ。ほんでこっちが言ったらキッチンとトイレと風呂なんですけど、でこれがまあトイレちょっと汚いな、ちょっとここまでほんまに一発撮りできてるから、ちょっとこれも戻しときます。でこんな感じで、もともとウォシュレットはついてなかったんですけど、ちょっとウォシュレットあった方が僕は好きなんで、これあのパナソニックの、まあ、そんな高いウォシュレットじゃないんですけど、これをつけました。トイレットペーパーも下に置いてちょっと汚らしいんですけど、まあ、こんな感じです。でそれで ここがお風呂と洗面所なんですよね。うん、もともとねあのその部屋探す時に風呂とか全部トイレも一緒のところもいっぱいあったんですけどね、やっぱそれはやっぱ嫌やったんですよ。僕の中でトイレはやっぱ別が良かったんですよ。で洗面器もほんまは別がいいんですけど、まあ、そこは妥協して、まあ、このこういう形のやつで決めました。まあ、一応鏡もついてていつもここで歯磨いたりいろいろしてます。このシャワーヘッド、このシャワーヘッドは結構粒子が細かくて頭皮の汚れとかも取れやすいっていうので昔ちょっと買っちゃいました。汚れが取れてるかどうかわからんすけどね、まあ使い心地はいいかなって思いますね。でこの部屋で唯一あるクローゼット、これですね。このクローゼットなんかあんま見せるの嫌なんですよね。なんでかって言ったらね、めっちゃ汚いですよね。だいぶ汚いですね。なんか上に柔術着とか布団とか置いて、なんかこの辺は乱雑に服置いてますよね。で、ここなんかもうごちゃごちゃして、なんか何があるか把握できてない。ここもなんか畳んでないし。まぁ、こんな感じの汚い男ですわ、僕も。すいません。ここはちょっと恥ずかしいんで、この辺で勘弁してください。ほんで次がキッチンですね。電気つけます。こんな感じのキッチンになります。もともとね、僕は自炊よくやってたんですよ。で、ここで野菜炒めとか作って食べてたんですけど、まあ、もちろん玄米とか炊いて一緒に食べて、でもこっち引っ越ししてからケバブ丼っていうのを食べ出して、まあそれ近所にケバブ屋さんがあるんですよ。まあそれでね、ケバブ食べるようになってから、まあ、野菜炒め
作る頻度が少なくなって、まあ、試合前は作るんですけど、まあ、ケバブばっか食べてます。僕もなんか結構ハマったらなんかそればっか食べるんですよね。だこっち来たら昼と夜ケバブ食べたりして、まあ、まあそのケバブも結構ボリュームあって美味しいんで、次回の動画でまたケバブもちょっと撮ってみたいと思います。そうそう、これがハレオのサプリメントですね。こんな感じですね。これはあの僕がスポンサーしてもらってる会社なんですよ。まあもともと僕ハレオの商品好きで、ハレオのサプリメントを買ってたんですよ。ご縁があってサポートしてもらうことになったんですけど、まあ、これが、まあ、クレアチンってやつで、これが BCA ってやつなんですよ。C3X とクリアボルブラックって言って、まあ、ちょっとトレーニングの話になるんですけど、みんなプロテイン飲んだら筋肉つくとかよく聞かれるんですけど、プロテインってタンパク質なんで筋肉はつくんですけど、まあ、もちろん納豆とか食べたらタンパク質ですね、お肉も。だからまあその補助っていう部分でプロテイン飲んでもらったらいいと思うんですけど、まあ、僕がおすすめするのは、体を大きくしたかったらクレアチン、これクレアボルブラック取ってもらって、これを取るとまあ水分を体に含みやすくなるんで体が大きくなりやすいんですよ。C3X はこれは一般的に言う BCA ってやつなんですよね。でこれはあの、まあ、回復系で集中力とかも切れにくくなったりするんで、まあ、おすすめなんですよ。まあ、簡単なおすすめなんですけど、で僕はいつも練習中にこれ2杯とこれ1杯を入れて、まあ、こういうハレオのシェイカーに入れて、あの練習中飲みながらやってるんですよ。味も美味しいんでおすすめです。まあ、これもあの概要欄に載せておくんで、皆さんまたチェックしてみてください。それでこんな感じですね。これバスタオル。バスタオルはいつも使ったらここにかけてます。いつも使ってかけてここで乾くわけじゃないですか。でこれをどのタイミングで洗うかっていうのが僕いつもよくわからないんですよ。結構使うんですけど、さすがになんか半乾きの匂いが半端なくなってきたら洗うんですけど、皆さんもなんかそういうのをなんか気にしたりしてるんかなと思ってね。で、これが僕の洗濯機ですね。練習のやつとか、あの、こういうの洗ってたんですよね。でこの洗濯機は自腹で買いました。これ確か、ね、4、5万で山田電機で買ったんですよ。ちょっと安物なんですけど、壊れずに動いてくれてるんで今のところ助かってます。まあ、洗濯機壊れたらまた出費あるから嫌なんで、とりあえずは壊れてほしくはないですけどね。それであの僕いつもね、この辺僕の中で結構整理してるつもりなんですよ。こうやってね、あの点やったりとか、いろいろやってるんですよ。でもこれ、嫁からしたら、もう汚いって、散らかってるって言われて、いつも怒られるんですよね。綺麗好きのレベルってみんな違うし、僕的にはこれでいいかなって思うんですよ。でも、嫁はこの部屋に一度も来たことないです。言うたら、僕の隠れ部屋です。まあこんな感じで、まあ日々、東京で生活しています。で今日はここちょっと窓開けてるんですけど、やっぱちょっと光入った方がなんか撮影的にもいいかなと思ってね。あと最後この 猫缶、この辺野良猫も多いんで、野良猫見つけたら僕もちょっとご飯あげようと思って一応準備はしてるんですよね。まあ、最近、まあ、ずっと大阪おったからこの辺の野良猫見かけてないからわからないですけど、まあ、冬も過ぎたし過ごしやすい季節になってきてるんで、野良猫たちにとってはまあいい季節になってきてるかなと思います。で僕もあの30歳ぐらいから東京生活するようになって、なんで東京生活するようになったかっていうと、まあ、大阪で格闘技していて、まあ、当時地方だと試合に なかなか呼んでもらえなかったんですよね。で僕も UAC 目指してやっぱキャリア作りしてたんで、試合できないことにはやっぱキャリアが作れないっていうこともあったし、やっぱ東京には強い選手がたくさんいてるんで、まあ、東京へ行くっていうのを決意したんですよ。それで当時と今何が違うかって言ったら、まあ、今は僕結婚して単身赴任で東京に来てるんですよね。昔は独身で、まあ、体一丁で、まあ、東京来て自分のしたいようにやってたんですけど、今は自分が守るべき家族ができたんで、まあ、嫁のあさみと娘の次男、あと家で飼ってる猫たちのために、やっぱ僕はやっぱ大黒柱として頑張っていかなあかんっていう責任がやっぱ生まれたんで、
まあ、より一層やっぱパワーももらえてるし、まあ、みんなのためにやっぱ頑張ろうと思いますよね。やっぱ家族の支えがあるからこうやって東京にも来させてもらってるし、やっぱ大阪でまだ自分の言うたら国元家の家族のサポートもあるし、やっぱ 嫁側のやっぱ栗田家のサポートもあって、いろんな仲間のサポートがあって今自分がこうやって格闘技させてもらってるんですよ。やっぱその今格闘技できてることが当たり前ではなくてね、支えられてるんやなと思って、やっぱ過ごしていった方がパワーにもなると思うしね、大阪にかかわらず僕のことをやっぱサポートしてくれてるやっぱ皆さんに対して本当に感謝してるし、いつもありがとうございます。そしてあの嫁のあさみ、いつもやっぱ子供のこと面倒見て家事のことしてくれて本当に感謝してるな。俺が格闘技好き勝手してるけど、やっぱそこで文句言わずにやっぱ支えてくれて、ご飯も作ってくれて、体のことを考えてくれて本当にありがとう。普段ありがとうってあんま言われへんから、まあこの機会にちょっと言うときます。おきにこんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。僕まだあのチャンネル登録者数1000人目指して頑張ってるんで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの応援が僕の力になるんで、そして励みになるんで、本当に応援よろしくお願いします。それで今見てくれてる人らも本当にめっちゃ嬉しいです。感謝してます。コメントも全部見させてもらってます。コメントくれたらめっちゃ嬉しいし、僕もまあ返事空いてる時間見つけて返すようにしてるんで、コメントも返してるんで、皆さんまだチェックしてみてくださいね。あと僕ベラトールのチャンピオンを目指してこれからも頑張り続けるんで、格闘技の方も応援よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。